こんにちは、コスケです。今回から新しいシリーズものを始めようかなと思います。何をするかというと、北海道の179市町村をすべて回るドライブ旅、まあ、もちろん車中泊もするし日帰りということもあると思いますが、179市町村全部回ってその土地の名物とか観光地、綺麗な景色なんかを見ていきたいなと思っています。で、行き先の決め方なんですが、まあ、僕が選んで決めてもいいんですけど、じゃん、こんなものを用意いたしました。これ妻が作ってくれたんですけど、くじで引いて行き先決めたいと思います。この中に島も含めた179市町村の行き先が入っているので、こっから選んでいきましょう。もし島が出ればさすがにすぐは無理なんですが、今年行きたいと思います。まあ、島はどっちにしても行くつもりなんですよね。では第1回行きましょう。じゃら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 ーん、これだ。じゃーん、西横っぺ村。西横っぺ村は道北道東、北東の方にある村でございます。ここは車中泊だね。なので準備して 2,3 日中に行きましょう。ちょっと今日はさすがに行けないので、まずは西横っぺ村に向かいます。では西横っぺ村向かいましょうか。だいたい新千歳空港からだと300キロ前後ぐらいでしょうね。ゆっくりゆっくり走っていきたいと思います。で、西横っぺ村の観光地調べたんですが、滝が有名らしいんだよね。何か所か滝があるので今回はそこに向かってみましょう。で、道の駅があるので、まあ、まずは道の駅目指しつつ行きましょうか。ちなみに天気はいいですね。家を出た時は微妙でしたが、天気もよく外気温は29度とかなり暑くなっております。あ、来たね。ここから西横っぺ村です。いやいや、来ましたよ。羊じゃなくて牛のマークだったんで、多分酪農の町、村なんだろうね。で、この西横っぺ村の有名な、あ、書いてある正面に黄色い看板で行者の滝って書いてあるんですが、ここが有名な観光地の一つみたいだね。ここは道の駅行った後で行きましょう。ここ左曲がると行けるんだね。で、他にも観光地何個かあって、森の美術館とか、木でできたものがたくさん置いてある美術館かな。あとは鹿牧場とかもあるんですが、今回は行けないと思うので滝を見て、そしてキャンプ場に行って車中泊という感じになります。あ、ここだね。道の駅西横っぺカムカム。ソフトクリームがあるのかな。僕昔来てるはずなんですが、あんまりこっちの方来ないので、相当久しぶりだと思います。ここが西横っぺ村の道の駅でございます。あ、花が綺麗なんだね。あ、ほらほら、森の美術館で、この後に行く行者の滝と、今回行きませんが鹿牧場もあるみたいです。これ登ったら花見られるのかな。あれ何もなかった。この時期何もないってことは多分年中なさそうだよね。じゃあ小腹空いたので道の駅で何か買って食べようかな。お、西横っぺ村グラスフェットソフトクリーム。市場にほとんど出回ることのないとても希少なグラスフェットミルクを使ったソフトクリームなんだね。
これは食べたいね。すいません、ソフトクリームってここ。買いましたよ、ミルクがおすすめということでミルクを買ってまいりました。よし、じゃあこの辺に座っていただきましょうか。じゃあいただきます。おお、うまい。あ、ミルキーみたいな味だね。うん、ソフトクリームも美味しかったね。さっぱりした甘さ控えめの優しいミルキー味っていう感じでしたかね。さあ、それでは今回の目的地、西横っぺの行者の滝に向かいましょう。だいたいここから7キロぐらいの場所にありますね。では出発でございます。他にも氷のトンネルとかっていうのもあるらしいんだけど、そこは結構前に崩落して個人じゃ行けないらしいんだよね。ツアーかなんかで行けるみたいだね。このずっと右の方に滝があるっぽいので、かなり山の中に入っていくんじゃないかな。で、看板のあるここを右折だね。こっから 4.5 キロ進むらしいですが、あーですよねクマ出没注意。なんかこの右の畑放牧場かな、電気柵ついてるね多分クマ入ってこないようにってことかな。いやいや、ちなみに今日土曜日なんですよ。なので観光客は多分多いと思う。天気のいい土曜日なんで、僕一人じゃないことを願いつつ行きましょうか。あ、書いてあるね、行者の滝 3.5 キロ。あ、ん？こっちだよね、ダートだ。これは時間かかりそうだね。でもここダートって言ってもかなり道幅は広いですね。余裕で車すれ違える道となっております。あ、ちょっと道が狭くなってきたね。この先デコボコあり、通行中、行者の滝あと2キロ。あんまりノアはデコボコ得意じゃないんだよね。あ、あったね、車止まってる。よかった、僕だけじゃない。よし、それじゃあちょっとした伝説の残る行者の滝行ってみましょうか。行者の滝。あ、ここに書いてるね。ちょっと言葉が古くて読みにくいですが、昔ここに滝に打たれ修行をしに来た女の行者かな、女性の行者がいて、まあ、それで行者の滝という名前になったんじゃないでしょうかね。昔この滝に打たれ修行をなされたことにより後世の人呼んで行者の滝と呼ばれるようになったということですね。さあ、では降りてみましょうか。
お、これが滝だね。迫力のある滝っていうわけじゃないんですが、綺麗な滝だね。さあ、それじゃあ行きましょうか。大自然の中っていう感じだね。で、実はこの行者の滝の奥にもう一個滝があるらしいんだよね。林道ですね、こっからは。で、発砲禁止区域となっています。ちょっと覗いてみようかな。このぐらいの道なら走れそうだよね。こっから 3,4 キロ登っていくと赤岩の滝だったかなという滝があるらしいんですが、ちょっとノアじゃきついかな。結構真ん中に生えてる草が高めだね。車で登っていけそうなら行こうかなと思いましたが、ちょっと厳しいかもな。40センチぐらいの高さの草がずっと生えてるんですよね。で、結構わだちも深めかな。ダメだね、ちょっと草が高すぎる。バイクかジムニーくらいの、最低限 SUV じゃないとちょっと厳しいかなっていう気がします。結構高めですよね、真ん中の草。かなりゴリゴリ擦りながら走ることになってしまいます。というわけでやめましょう。赤岩の滝見たかったけど、途中でデコボコすごくなって動けなくなっても困るのでやめときましょうか。残念。あと、ここはあれだね、 100% クマいるんで、出会うかどうかは運次第っていう道ですよね。観光で来るならこの行者の滝までがいいんじゃないかなと思います。では車に戻ってキャンプ場でも行こうかな。というわけで、ここが西興部を代表する観光地の一つでございました。鈴とか熊よけスプレーは必須だね。さすがに怖いのでしっかり準備して、あと虫もすごいので、こういう虫よけも持っとくといいよね。よし、それじゃあ行きましょうか。とりあえず西興部の街中に行って買い物かなしてきましょう。ちなみにここ携帯の電波ないのでゼロ本ですね。完全に圏外なので車の故障には気をつけましょう。クマも出るしね。では行きましょうか。いや、この先行ってみたいんだけど、ちょっと厳しいよね。やっと森林から抜け出しましたね。気持ちいい。ちなみにこの西興部村は人口1000人ちょっとぐらいの小さな村なんですが、結構人歩いてますね。なんかやってる、お祭りかなんかあるんだ今日。あまり街中では見かけない車が
走ってきましたね。でっかなんだろうこれ、初めて見る車だね。でここが西横っぺ村の市街地だね。村の中心部でセイコーマートもあるし、役場なんかもあります。あ、スーパーあるかな。キューマートっていうお店があるね。でこの先に鹿牧場があるらしいんだよね。まだちょっと時間早いので鹿牧場もちらっと行ってみようかな。僕北海道あちこち走ってますが、この道は初めてだね。だいたいこの地域ほとんど通らないか、通っても通り過ぎるだけっていう感じが多いので、なかなかワクワクしますね。でこの辺に鹿牧場があるみたいなんですが、あ、ここだ。鹿牧場って書いてるね。北海道牧場行かなくても鹿どこでも見られるんだけど、改めて牧場になってるなら見てみたいね。ここかな、ここだね鹿いないね。じゃあちょっと車を止めて見に行ってみましょうか。暑い、さっきの山の中よりもはるかに暑い。アスファルトが多いとやっぱ暑いよね。あれ、ここだよね。ここに鹿牧場公園って書いてるので場所は間違いないと思います。あ、鹿の餌も売ってる。ほら100円で。でここがゲートになってるんだけど、全く鹿は見当たらないので残念ながら。あ、すごい鹿の角がいっぱいかかってる。残念ながら鹿は見れませんね。冬とか来るといるのかな。餌少なくなって人に餌もらえそうなとこに来ますよね。あ、こっから餌あげるんだねきっと。よし、また鹿がいそうな時期に。あ、いたいた、いるじゃんあそこにいるよ。ちょっと遠いけどなんとか鹿見ることできましたね。ちょっと鹿がまた集まりそうな時期に行きましょうか。餌の少ない時期来てみたいなと思います。じゃあさっきのキューマートで買い物しましょうか。お腹すいたね。じゃあこのキューマート行きましょうか。西条キューマート。で買い物もして今日はここで車中泊したいと思います。さあ到着いたしました。本当村の真ん中にあるキャンプ場なんですよね。でオープンが6月16でクローズが10月15。ここはペットは NG でございます。今年はプレオープンなのでテントサイトは無料でご利用いただけます。じゃあ記帳だけしましょうか。水道も綺麗だしいいとこだね。せっかく街中なので
キャンプ場のすぐ向かいにある観光案内所も行ってこようかな。ここまっすぐ行くとセイコーマートあるんですよね。で、さっきのスーパーもあります。わ、こっちなんか整備してる。でっかい公園とかキャンプ場になるのかな。観光案内所開いてない。あ、見てこれ、外勤中。ちょっと今お出かけ中ですね。開いてなかった。キャンプ場ご利用の皆様へ、西尾コッペ村へようこそ。コンビニとスーパーは一つずつ、その他商店もあるのでお気軽にお立ち寄りください。で、今ここですぐそばに郷土館があるので行ってみようかな。で、これが西尾コッペ村の郷土館だね。せっかくだからちらっと見てこようかな。いやー、この郷土館めちゃくちゃ良かったね。すごいたくさんの展示物があって、僕の前に来た人は2日前だったね。なのでほとんど人入ってないんですが、めっちゃ充実してました。有料でもいいぐらい楽しかったね。ちょっとちらっと寄って自慢の味ザンギを買っちゃいました。じゃあキャンプ場戻って食べましょうか。じゃあいただきます。セコマの100円から150円のパスタ、美味しいの結構あるのでおすすめです。いただきます。うん、フキ美味しい。お、警察も見回り来てますね。警察巡回してくれるのは結構安心感ありますよね。で、さっきセイコーマートで、今日暑かったんで、よっとアイスも買ってきました。これセコマの北海道牛乳ソフトです。うん、うまい。これ結構美味しいんだよね。まあ、めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないけど、値段にしてはなかなかコクがあって美味しいと思います。じゃあさっき買ってきたお好み焼き、これ温めて食べようかな。入りきらない。さあ、それじゃあお好み焼きいただきましょうか。いただきます。うん、美味しい。じゃあ最後は菊池商店で買ったザンギ食べましょう。動画は撮ってませんが、なんか店内には普通のスーパーみたいなフライとかザンギが売ってました。
重いね。おお、なかなかいい匂いがしますよ。じゃあいただきます。うん、うまい。普通のザンギだけどサクサクしてて美味しいね。さあ、もう夜になりました。もう少ししたら布団敷いて寝ましょうか。明日は特に予定ないんですが、まあ、ここの目の前にある神社ちょっと登ってみようかな。まあ今日十分いろいろ行ったので、明日はそこの神社に登って終わりにしましょうか。それではもう少ししたら寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今日も天気いいですね。まずは布団片付けましょうか。ではいただきます。今回の179市町村をめぐるドライブ旅ですが、まあ、あまり行くとこがない時期とかそういう時にする企画にしようかなと思っています。なので、まあ、頻繁にやるわけじゃなくてちょこちょこ何年もかけてゆっくり回ろうかなと、そんな風に思っております。さあ、では神社行ってみましょうか。いやー、でもこのキャンプ場良かったね。めちゃんこ静かでしたよ。ツーリングの途中のソロキャンプの人も結構多いみたいで、バイクもたくさん止まっております。まあ無料で利用できるからね。西おこっぺ神社、もちろん熊も出ますよし、じゃあ登ってみようかな。ちなみに朝は熊が出やすい時間なので結構気をつけなきゃいけませんね。まあこれぐらいの場所ならいいけど、昨日の行者の滝とかは危険そうだよね。なんかここトトロとかに出てきそうな雰囲気の場所ですね。さあ、ここが西おこっぺ神社ですね。空気の美味しいところでございます。僕今回の車中泊からこんなの使ってるんですよ。これ電池入れて動かす蚊取り線香みたいな機械なんですけど、まあ、特に火を使うわけじゃないので車内でも使えるし、まあ、こうやって山の中に入る時も持って歩けるアイテムになってます。これをこのワークマンのエアロガード、蚊が寄ってきにくいジャケットに入れて、まあ、ここネットになってるのでここに入れて持ち歩いてるんですよね。で、これ使ってると確かに刺されにくいと思う。まあ、今日まだ一回も刺されてませんし、あんまり虫も寄ってこない気がするんだよね。ちょっと今年の夏はこの、まあこれコールマンモデルなんですけど、アース製薬かなの電池式の蚊取り線香らしきものを持ち歩いてみようかなと思っています。というわけで今回の179市町村をめぐるドライブ旅、1日目西おこっぺでございました。なかなか西おこっぺに観光で来るという機会はないかもしれませんが、まあ、ソフトクリームがすごく美味しかったというのと、便利なキャンプ場があるということ、まあ、あとは郷土資料館、あそこがすごく良かったね。
歴史に興味がある人は立ち寄ってみると面白いかもしれませんね。というわけで今回の動画はこれで終了となります。また次回の動画をお楽しみに。